物理で習った平面上の物体の直線運動バネの特性はもう皆さんおなじみですよね。今日の説明ではこの物体のことをマスと呼びます。さらに今日はダンパーといううものを考えてみましょうこのダンパーはものの動きをゆっくりにする働きのある装置でドアの上などについていてるこ,とが多いですこれら3つの運動は mkcd の値の違いによって動き方が変わります。 今この3つの装置を組み合わせるとマス・バネ・ダンパーシステムと呼ばれる工学的に非常に意味のあるシステムが出来上がります。このシステムは車や乗り物の乗り心地ビルや家などの防振ロボットの動き方などさまざまな工学現象の基礎となるシステムです。この時マスの動き方を表す式はこのような式で表されます。 この式を使ってマスの動き方を調べるのですがそれを調べるときにはある規則に従って記号を並べ替えますこの下に出てきた括弧で囲まれたものは行列と呼ばれるものですこの行列をさらにある規則に従って計算をすると皆さんおなじみの二次方程式が出てきます今。今 m、c、d、k の値が この青色のような組み合わせになった場合、二次方程式の解は実数のみになります。マイナス二とマイナス三になります。この時、マスは滑らかに動くことを意味します。赤色の値の組み合わせの場合、二次方程式の解は複素数になります。この時、マスの動きは揺れて動くことを意味します。マスの動きを図で表すと、このような形になりますので、先ほど説明した現象がお分かりいただけると思います。 このように2次方程式の解がマスの動きを決定しているということがお分かりいただけると思います。私の専門である制御工学は動くものに入力を加えてものの動きを思い通りに動かすことを考える学問です。ものの動かし方を数式で表し数式をもとにものの動かし方や特性を決めます。先ほど出てきた まスバネダンパーシステムの解析をする場合には二次方程式が出てくるわけです工学の中でも比較的新しい分野になりますが電気機械情報エネルギー医学航空宇宙など適用範囲は多岐にわたります私の最新の研究であるドローンの自律飛行においても制御工学なければ実現することはできません 今日は皆さんおなじみの二次方程式がこのような形で結びついていることを知っていただきたいと思ってお話をしました。